本当にこの人ったらいつもじっとしていないんだから。今日だってパレットさんに頼んで指戻してもらったんですよ。マリオさんからも何か言ってやってください。もう無駄だよそいつは。お、平和な日常。なるほど、そうやってクッパからスターの杖を取り返したのか。お、冒険談を聞かせてあげよう、ルイージに。兄さん、今回の冒険はとっても大変だったようだね。でもお城も元通りになったし、みんなも無事に帰ってきたし、大活躍だったね。ルイージはずっと家にいただけか。あれから何日も経ったけど、もしかしてまだ冒険してるような気持ちじゃないのかい？一緒に冒険をした仲間たち、みんな今頃何をしているんだろうね。まあ平和な日常に戻ってますね。それぞれの日常に戻っていったんだね。クリオ、お、パレッタからのお手紙。やあパレッタ、どうしたんだい。手紙を運ぶ仕事に戻ったんじゃなかったの？やだな、今だってお仕事の途中ですよ。クリオに手紙を持ってきたんです。ピーチ姫からですよ。お姫様から直々の手紙ってすごいね。え、ピーチ姫から？うわー、何が書いてあるんだろう。他にもまだ配達しないといけない手紙があるから、今日はこれで失礼しますね。ピーチ姫から直接こんな端っこの方にある村の一村人に。ありがとうパレッタ、仕事頑張ってね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ピーチ姫からの手紙何が書いてあるの？ちょっと待てよクリコ。あ、パーティーの招待状だ。おお、すげえ。今度お城でパーティーをするから遊びに来てくださいってさ。すっげえ。お、ピンキーにも。これは誰だったかしら。お、レサレサ。みんなのところに手紙が配達されるんやね。パーティーに招待状が行き渡りよるってことやね、これ。あかりも戻ったよね、ここに。おぷくさん、おぷくさん、地上におる時間めちゃくちゃ長いけど大丈夫なんや。ポコピー、彼女とまた幸せに。よかったね、無事に帰ってきて。お、チャールズ教授やったっけ。諸君、いよいよクリスター神殿に向けて出発だ。カメキ君、道案内は任せたよ。あ、カメキか。そっちかそっちか、なるほどね。貴重な神殿の研究が君の肩にかかっているのだ。任せてくださいっす先生、俺っちがしっかりご案内するっす。カメキはここにおったんやっけ。カメキ、おや、パレットじゃないっすか。こんなところまでどうしたんすか。ふう、間に合ってよかった。カメキにピーチ姫からの手紙を持ってきたんですよ。招待状だね、きっと。おお、これはキノコ城で行われるパーティーの招待状っす。ピーチ姫から直々のお添いだなんて嬉しいっす。これは何としても行かねばならないっす。が、しかしチャールズ先生の道案内という大事な仕事を投げ出すわけにはいかないっす。あ、そっかそっか、マリオと一緒に冒険したけん道案内ができるってことやね。なるほど、ここはグッと我慢で。いやいや、亀木くん、それはいかんよ。せっかくのお誘い断るなんて失礼だ。そうよ、一国のお姫様なんやけん。私に構わず行ってきなさい。のこのこ村、いや、キノコワールドの英雄が欠席するなんてよくないよ。ふぅ、さすがはチャールズ先生、心が広いっす。それではお言葉に甘えて、俺っち行ってくるっす。めっちゃ嬉しそう。行きたかったんよね。あ、それからチャールズさん、もう帰ってこないでいいよ、このろくでなし亭主め。と、奥さんからの伝言です。あ、あの時の奥さんか。あれ、チャールズ教授の奥さんか。そっかそっかそっか。おったよね、さっき。あ、誰のところやったっけ、忘れたけど。チャールズさん、また奥さんの内緒で探検に来たんですね。奥さん、とっても怒ってましたよ。ああ、パレッタ君、どうしてそれを先に言ってくれるのかね。こいつはまずい、急いで家に帰らねば。いや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 、この子たちは。お、手紙が配達された。おや、
表の方に何か音がしたよ。ちょっと見てくるね。みんなに直接手渡しよるのに、うちにはポストへの配達だけですか？直接話していけよ。兄さん、パレッタがピーチ姫からの招待状を届けてくれたよ。パレッタも招待されているから、大急ぎでお城に行くって言っていたよ。お、そんなギリギリ？そんなギリギリで招待状を配るなって。もっと早く早く。さあ、僕らも行かなきゃ。マリオ。ルイージも一緒に住んどるのにああいう感じなんや。めっちゃ近いよね。兄さん、僕はちょっと先に行ってるね。大事な用があるんだ。君はなんで招待されてるんだい？ずっと家にいたのに。どんな用かは秘密。もしかしてピーチ姫と一緒にサプライズを仕掛ける機会？話せない。今日のキノコタウンはたくさんのお客さんでとっても賑やかなんですよ。いろんな人とおしゃべりしたらきっと楽しいでしょうね。おお、お、クリオの家族じゃねえか。ああ、マリオさん、お城でパーティーだなんて緊張しますわ。うん、なるほど、みんなの家族も招待されてるわけね。本当にもう、ああ、全くどうしましょう。大丈夫よ。緊張しなくても。かわいい。ハート、それだけ？あんな子前からおったっけ？あ、大丈夫？やあ、マリオくん。今日はキノコ城でパーティーがあるそうだよ。しかし、そんなことはどうでもよい。ああ、早くクリスター神殿に行きたい。たくさんの謎が私を呼んでいるのだよ。まだそんなことを言ってるのか。私のこの気持ち、わかるかね、マリオくん。いや、私は平和に暮らしたいです。本当にこの人ったら、いつもじっとしていないんだから。今日だってパレットさんに頼んで呼び戻してもらったんですよ。マリオさんからも何か言ってやってください。もう無駄だよ、そいつは。ピンキー、どこに行ったんだ、ピンキー。せっかくついてきたのに、ピンキー行ったら冷たいボム。僕のことをほったらかして、どこに行ったんだ、ボム？ストーカーだな。招待されてんだよ、ピンキーは。君は家族ではないから。おー、みんないるね。いいね、いいね。おー、マリオさんじゃありませんか。その節はお世話になりました。え、どうやってここまで来たかって？仲良くなったクジラに乗せてもらったんですよ。そんなことしなくても土管から来れるのに。次はぜひ他のみんなも連れてきたいものですな。ふんふん。今日のパーティーは楽しいものになりそうですな。やっぱりパーティーはこうでなければ。大丈夫？もう殺人事件っぽいものは起きない？ようこそキノコ城へ。今日は特にお客様がいっぱいでとても緊張しています。まあ、特に門の前におるの君だけやもんね。普通左右におったりせん？ドキ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 。かわいい。顔はキリッとしとるけど。マリオ殿、ようこそいらっしゃいました。もう間もなくピーチ姫がおいでになられます。ピーチ姫ご入場。ずっと扉の向こうで待機しとったんかな。皆さん、今日はお集まりいただいてとても嬉しいです。クッパに奪われていたスターの杖は無事に星の国に戻り、キノコワールドに再び平和が訪れました。よかった。空の星たちもそれを喜ぶかのようにより美しく、より力強く輝いています。マリオ、クリオ、カメキ、ピンキー、パレッタ、レサレサ、アカリン、オプク、ココピー、そしてキノコワールドの皆さん、平和を取り戻すことができたのは全てあなた方のおかげです。本当にありがとう。心より感謝します。これからもますます楽しく平和なキノコワールドでありますように。これが私の願いです。いいスピーチだね。さあ、今日はお祝いです。皆さん、心ゆくまで楽しんでください。わー、でも何の食事も用意されてないよ。ダンスパーティーか何かかい？おお、なんか更新。これ？サプライズ。そっかそっか、ルイージの存在忘れとった。めっちゃ普通に、そういえば先に行ってるねみたいなの言おったね。
なんだ、マリオがクッパをやっつけるためのあんなに大変な冒険をしているときにルイージはこんな練習をしていたのか、パレードのえ、でもみんなもいる、まあ、でもみんなは乗せられて乗せられておるだけか。カメキめっちゃ手振るやん、かわいい、超かわいいんやけど、すごい速さでのお手振りやね。レサレサはなんかもう当然って感じやけど、こんだけ歓迎されるの。勇者ご一行の凱旋パーティーって感じマリオはどこ？何ノコブロス招待してんの？パレードに参加しとるし。見せしめ？見せしめか？え、待って待って待って。なんか、奥さんとチャールズ教材のところに、なんか水ごと移動してるんですけど、どういう。あ、すごい。そしてやっぱりずっとあのクジラの目が気になる。めっちゃ飛び出してる。そういえばあの親子のところでの買い物、あんまりせんかったな。まあ、途中何回かはしたんやけど、結構ね、珍しい品揃えやったりとかしたもんね。何の話してたの？なんか、商売に関することか？あ、いたな、あんなの。なんかちょっと肉面キャラクター。お、子供生まれたやん。子育て頑張れ。何、喜びの舞？餌を取ってこいよ、餌を。めっちゃ追いかけられよる。あいつなんやっけ？あのなんか、ツタンカーメンみたいなあいつなんやっけ？あんまり記憶にないんやけど。これは？あ、あれか。心臓が なかったやつか。心臓がなかったというか、こっちが本体やったやつか。懐かしいなぁ。おぉ。なんで木に引っかかってんの？どういう状況？なんかすごい焦っとるけど、う、落ちてきた。クリキングやったっけ？お、ヨッシーたち。マリオは一番最後かな。まさか観客として見よるだけじゃないよね。そんな寂しいことはないよね。何、ヨッシーだけなんかめっちゃ名前強調されとんやけど。なぜですか？特別扱い？ってことはきっとマリオも名前がドーンと。え、なんもこんねやけど。お、降りた。チビヨッシーが降りた。お、仲良くなったの？ズモンと。いいね、仲良さげだね。え、やっつけた。やっつけた。やっぱり、まあね、ひどい目にあったわけやけんね。え、クモも食べるの？あいつ怖怖。これクリスター神殿におったやつやっけ？あ、いっぱいいる。2体か。あ、あっちが偽物。戦闘できた方が偽物なの？お、まだおった。最後が本物ってこと？う、何？連れてかれたんですけど。どういう状態？お、元気そうだね。あ、対決しよる。めっちゃ対決しよる。なんかこの二人同じ技使うよね。師匠と弟子とかかな。あ、いいね、いいね。え、クッパ？めっちゃ参加してるやん。え、これは、え、どういう状態？あ、びっくりした。コアッパの姿が見えてなかったけん、カメックババが謀反を起こしたんかと。うわ、やられてる。え、今のパレードはさ、クッパをやっつけたおめでとう記念のパレードじゃないの？なんか一番最初、最後に堂々とおったけど。ん？これは？夜になったってこと？なるほど、なるほど。終わったんかと思った。
え、何時間してるんだい？え、何時間してんのパレード、やばくない？どれだけの人が見てるんだい？お、てかすごいな、こう見たらなんか思ったよりいっぱいキャラクターおるな。なんか、ああ、おったおったみたいなキャラクターめっちゃいっぱいおるな。何あの木。おお、あ、目か。目か。何があるんかと思った、あれ。微妙に見た目違ったんやね、あの兄弟たち。ん？兄弟は真ん中の二人だけやっけ？両端の二人は？かわいい。ヘイホー。やっぱパレードはね、夜よね。そう、夜のパレードがいいよ。ディズニーとかだってそうやん。てか敵だった子たちもみんななんかノリノリなんよね。いつどう打ち合わせしたんだ。結局みんなあれなんよね、なんかいがみ合ったりとかしよるようで、最終的にみんな仲良しっていう感じ。平和な平和な世界なんよね。だって結局はさ、クッパも最終的に本当に嫌なやつとか、本当にすごいね、こっちの命を奪ってくるような危険なやつじゃないけん、いつまでたってもピーチ姫の警備はあんなに手薄なんやろ。何回さらわれるねんって。おお、来た来たマリオ。あ、マリオとピーチ姫や。ってことはこれでラストってことか。え、マリオ名前ないやん。なんでヨッシーだけ行長やったん、やっぱり。どういうことだよ。もっと前なんかと思った。2000年代なんやね。どこ行ったの？まだそこにおったわ。思ったより遠くに行った。パレードの主役去っていったけど。自宅にピーチ姫を招待ですか？絶対城から眺めた方がいいやん。お城のテラスから眺めた方がいいって。 The end。 ねえ、なんでわざわざ低い位置から。あ、でもそっか、花火高い位置より低い位置から見た方が、まあ、全体が見渡せるか。これもうこっから動かん感じ。あ、なんか動いた。綺麗だね、花火。よきよき。ルイージはまだ打ち上げとかにおるんかな、パレードの。以上？でもボタン押しても反応せんのよな。あ、待て。花火がちょっとラストスパートかかりだしたやない。終わりなんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、平和な世界に戻ったけど、まあまたね。何年も途端うちに普通にピーチ姫はさらわれていくんやろう。でもまあ結局平和ないよ。さらわれても何が起こっても結局平和ないよね。いい世界やと思う。誰も死なんし。